安満金一安満金一から1960年10月24日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。佐賀県出身。安満新外陸軍少佐の長男として生まれる。東京府立市中卒を経て、1895年2月陸軍主管学校を卒業。同年5月。 不評少尉に任官し不評第3連帯付となる。陸軍富山学校教官などを経て、1902年11月、陸軍大学校を卒業し不評第3連帯中隊長に就任。1903年11月、富山学校教官となり、陸士教官を経て、1905年5月、不評少佐に昇進。1906年5月、第5師団参謀に就任し、 1910年11月、不評中佐に進級し不評第五連隊付となる。1912年3月、青森連隊区司令官に就任し、1915年2月、不評大佐に昇進し不評代33連隊長に着任。1916年8月、この絵不評、第二連隊長に転じ、第17師団参謀長を経て、1918年11月、 陸軍少将に進級し、陸士幹事権制度大将に就任した。1920年8月、陸士本課長となり、朝鮮軍参謀長を経て、1923年8月、陸軍中将に進み航空部本部長に就任した。航空部が航空本部に改編昇覚後も引き続き本部長を務め、1926年7月、第三師団長に、 親保された。1929年8月に退名となり、同月予備役に編入。ありがとうございます。